クルターグジェルジュ生まれは、ルーマニア出身のハンガリー人の作曲家、ピアニスト、室内楽の教授。バルトーク、マリンシュテイン、ウェーベルンらの影響を受けており、表現主義において、ウェーベルンの後継者と言われている。1940年、ティミシュアラでカルドシュバグダニピアノ、エシコビツマックスに作曲のレッスンを受け始める。1946年、 ブダペストに移りフランツリスト音楽院に入学する。ベレシュ・シャンドルとファルカシュ・フェレンツに作曲、カド・シャパールにピアノ、ベイネル・レオに室内楽を学ぶ。当初は尊敬するバルトークに教わることを望んでいたため、バルトークの不法は彼に大きな衝撃を与えた。リゲティ・ジェルジュとは1945年9月初旬に行われたブダペストのリスト音楽院の作曲選考の 入学試験で出会い、その友情は生涯にわたった。1951年にピアノ都市内学で卒業。1955年に作曲の学位も得る。1950年代前半、ハンガリーではスターリン主義政権によりバルトークの後期作品は禁止されており、50年代後半までシェーンベルクや中高期のストラビンスキーの音楽が禁止されていた。 この束縛を逃れるため、ハンガリー動乱後の1957年から1958年にかけてパリに留学し、ダリウスミオウ、オリビエ・メシアンの授業に出席した。この頃、ウェーベルン、サミュエル・ベケットの演劇から影響を受け、自身の音楽的思考へ進化させる。この結果が1959年にブダペストに帰ってから作曲された。 弦楽四重奏曲オーパス1である。また、この時期に、ハンガリー人で、芸術心理学者のマリアンヌシュタインと共に働く。彼は、最も深い影響を受けた人物として、少年時代テメシュバールで指導を受けたカルドシュマグだと、マリアンヌシュタインの名を挙げている。弦楽四重奏曲オーパス1と、後のカフカ団賞は、マリアンヌシュタインに検定されている。 1958年から1963年まで、ブダペストのバルト・オクベーラ音楽高校。1960年から1968年まで、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団のトレーナーを務める。1967年、フランツリスト音楽院の教授となる。最初はピアノ、後に室内楽を教える。教え子には、シフ、アンドラーシュ、 コチシュゾルターンらがいる。1971年、ドイチャア,アッカダミシャーオーストーシュディンシュとの奨学金を得て西ベルリンに滞在する。1973年、ハンガリーのカサス賞受賞。1985年、フランス政府から芸術文化勲章を授与される。1981年にパリでチェンゲリアドリエンヌ、シルバン・カンブルラン。 アンサンブル・アンテル・コンタンポランにより初演された、亡き、RV ・トルソーバのメッセージ、リンマダ・ロスによる21の歌で、ハンガリー国外でも知られるようになり、世界的に高い評価を受けるようになった。この曲以降も、声楽・合唱曲は、クルターグにとって重要な分野の一つとなっている。1986年に音楽院を退職するが、1993年まで、 いくつかのクラスで教えた。1993年から1995年にベルリンフィルハーモニー管弦楽団のレジデンス作曲家を務め、1994年、石氷パス33はクラウディオ・アバド式で初演された。長く温めていた空間音楽を実現したのがピアノとアンサンブルのためのクワジウナ・ファンタジアである。 超音階の単音の加工から始まる一楽章は、超音階の断片を弾くピアノソロと小さな鈴のような様々な打楽器によって作られている。深い沈黙と様々になる打楽器によるこの曲からはまるで俳句のような世界が感じられる。すぐさま衝撃的な強烈な打楽器にビルトゥオーソのピアノが続く。このような二元の世界の共存はまさにクルタークである。 1988年10月のベルリン音楽祭のために書か,かれ、ゾルターン・コチシュ、エトベ・シュペーテル、アンサンブル・モデルンの演奏で上演された。バイオリン、ビオラとオーケストラのためのコンチルタンテ・ヒロミト・ケニエ、オーパス、42は、まるでこの、クワジューなファンタジアに回帰するように作曲されているのが、興味深い。クルターグは仮作の作曲家であり、絶えず作曲に苦しむ。 ブタペストでは、とうとう、クルターグが作曲したそうだよ。それはよかった。それで何をたったたった一つのゲネラルポーゼオという笑い話が語られたほどであった。しかし実は、毎日のように、まるで手紙や日記のように、友人たちに当てた商品を作曲している、多作の作曲家でもある。ピアノのための遊びは1973年に第一巻が出版された。 1.2巻は、テウケ・マリアンヌを、教育的な共同者として、様々な図形を用いて作曲された。最初のピアノ教師であるカルドシュ・マグダに検定され、花、人、とモットーしている。クルターグは、子供が、ピアノに触れた瞬間から、全鍵盤の上を自由に走り回れたらという考えが、この作品集を生んだと前書きを書き始めている。現在8巻までが出版されている。 4巻は、連弾と2台のピアノのための作品。5巻以上は、手紙や、日記のようなクルターグの作品が収められている。クルターグは、子供と、大人、初心者と専門家を区別しない。初心者の子供が弾く、第1巻1番の、無休動や2番、手のひら弾き3番、花、人、結び目、2巻、フィスのアンティフォーネなどは、クルターグのリサイタルで、 ほとんど必ず演奏される。2006年2月には、ブダペストで2月15日から19日の5日間に、わたって、それまでの代表作による80歳記念演奏会が行われ、クルターグという著書や記念演奏会 CD が出版された。2009年1月31日と2月1日には、カーネギーホールで作品展が行われた。31日には、 アンナ・アフマートバによる4つの歌をパス、41、1997から2008が世界初演された。クルターグ夫妻は、2人のソロと4主連団によるピアノコンサートを40年近く行っている。クルターグは、グランドピアノの音色を好まない。このカーネギーホールのコンサート以来、終始、ソフトペダルを踏んだアップライトピアノを用い、 企測クルターグジュニアの PA によって演奏会を行っている。プログラムは自身のピアノ商品集、ヤーテイコック1から8巻、バッハの編曲集1から2巻からの抜粋。これらの譜面は、エジチオムジカブダペストより出版されている。2010年11月2日、パリオペラザ・ガルニエグ演奏会パリアキの音楽フェスティバル第1部クルターグ夫妻、ピアノリサイタル第2部。 コリンダ、バラードオーパス46と、アンナ・アフマートバの詩による4つの歌オーパス41のパリ初演。2012年9月22日、パリのシティホール、クルターグとクルターグ夫人マールタによる演奏。作品は、バッハの編曲と、ヤーテイコックから、アンコール5回を入れて90分間、休憩なしの演奏。二千十三年十二月一日、十二月一日、 ロンドンのクイーン・エリザベス・ホールで、クルターグ・ジエルジュ、ロイヤル・フィルハーモニック協会のゴールドメダル受賞記念コンサート。第1部は、アムステルダム在住のバイオリニスト・キクチ・ヒロミのソロで、クルターグ作曲、ヒパルテ・イータ作品43。第2部は、クルターグ夫妻による自作によるソロと、ドゥオのリサイタル。2016年2月14日から25日。 クルターグ生誕90年を祝うフェスティバル、クルターグ90、連続のワラコンサート。会場、BMC 大ホール、リスト音楽大学大ホール、国立オペラ座。プログラムは初期の作品、あまり知られていない作品など多数。楽譜が2冊出版された。ベッケットによる、オペラフィンデパルティは2018年に初演された。厳格にして加作。 クルターグの作風の特徴は、例えば類ないシンプルな表現と、ビルトオーソガというようにいつも正反対とも言える表現が一つのものとして共存していること、沈黙の重要性、騒音を好む独特の音色感、非常にメッセージ性が強いこと。したがって、初演から多くの指示を得、各地で再演が繰り返される。クルターグはいかなる局面においても、 バルトーク同様、作曲のレッスンを行うことはできないと一切の指定関係を禁じている。息子のジェルジュ・クルターグ・ジュニアも作曲家であり、シンセサイザーを用いた即興演奏の奏者である。父、クルターグ・ジェルジュのハンガリーのブダペストで行われた生誕80周年の記念連続演奏会で初めてコラボレーションを行った。 2016年2月14日から25日、クルターグ折誕90年を祝う連続柄コンサートがブダペストで行われた。妻はすでに亡くなっている。ありがとうございます。